頑張らないと詰んでしまうんじゃないかみたいな、そういう競争の中にやっぱがむしゃらに生きようみたいな感じでした。例えば今のやりたくないことをやっているんだったら、一回やめてみて、やめた瞬間に気づくんですよ。ああ俺には浮き輪がないって。もし自分に子供がいたら、基本放置プレイで行こうと思ってるんですけど、まあ、とりあえず子供がハマったことを伸ばしたい、伸ばすような教育で行きたいとは思っております。いいパパになるよね。僕は一番今を大事にするタイプの人間なんですよ、で僕あんまりマジで後先考えてないんですよ本当に。で YouTube 終わったら何するとかも考えてません、はい、で今後じゃあ10年後何してんのとか言われても知りません、しあのやべえじゃんって思うかもしれませんけども、はい、いや別に自分がいいなら別にそれはそれでいいんです。で僕は最終40で死んでもいいって思える人生にするって言ってるんですよね自分で。40で俺は死にますみたいな、まあ、正直よ、まあ、高校のクソ闇の時代を生きてきた俺からしたら、もう登録者100万人という数字でもう正直俺はもうよく生きたよ花尾くんと花尾少年あそこからよくやったよとも う, 、うん、もう俺ゴールしたやん、まあ、そう思ってるんですよねはっきり言って、でもたまたま生きてるんで、まあ、せっかく生かしてもらってるなら、まあ、この命を大事にして過ごそうっていう今考えなんですけど、まあ、今死んだら死んだで、まあ、何かしら達成してきたものもあるし、はい、あんまり悔いはない、でも生きてる、なんかもうそう生きてるだけで一旦儲けてるんで、まあ、好きなことやり続けようとって感じなんですよね、だから老後の貯蓄とかも全く考えてない、結構僕死を意識するんですよねかなり、なんかそうなんですね、死ぬかもしれないみたいな。それはなんか結構僕なんかスポンジマインドが結構あって、はい、なんか例えばニュースとかで流れてくるなんか交通事故で死亡されましたみたいな、はいはい、結構重く捉えちゃうんですよね。あ身内だったらめちゃくちゃでかいじゃないですか、でももし他人それが知らない人であっても、川で流されて死亡とか見たらすごい心が痛むんですよ、めちゃめちゃもうその家族とか、まあ、その子ももちろんそうですけど、自分より若い子が、まあ、そういうことで、まあ、亡くなってしまうことがある、それはもう常に一言じゃなくって、であとアニメとかもめっちゃ見るんですけど、はい、例えば鬼滅の刃とかでも、あんだけ強いキャラクターがこんなに一瞬で刹那に命を全うしてしまうのかっていうシーンがめちゃくちゃ多いんですよね、本当にごめん全然話変わるんやけど、俺アニメからすごい得てるものも大きくて、鬼滅の刃だったらすごい鍛錬をするわけですよね、それは人を守るため日本を救うために日々鍛錬して一生懸命ね苦しい修行に明け暮れてるわけですよね、でもめちゃめちゃ強くなって最強になったとしても一回負けてしまったら全て終わりなんですよね、めちゃめちゃ儚くないですか、この努力ね、こんだけ努力してきたのに、めっちゃ尊いんですよそこに、こんだけ一生懸命苦しいことをしてきて、方もあっさりと消えてしまう時は消えるんだと、たかだかアニメかもしれないですけど、それを俺めちゃめちゃ真に受けちゃうんですよね、事実かのように、でも漫画の中で事実なんで、僕の中の事実なんですよねそれ、今までにたくさん、まあ、ニュースとか漫画とかから、そういう人の死みたいなものをめちゃめちゃ摂取してるんですよね、だったら俺はマジでいつ死ぬか分かんねえ俺もみたいな感じなんですよ、だからこそなんかその明日死ぬんだったらみたいな、まあ、明日死ぬんだったら何するとか、毎日思えたらいいですけど、まあ、そこまでじゃないですけど、なんかそんなクソ未来のことを考えて、今を保守的に生きるとか全然思わなくて、これツイッターでも言ってたんですけど、やっぱアニメを見ることで、命の尊さとかを学んでるんですけど、だったら絶対今できるだけ楽しいこととか自分のしたいことをやる方がいいじゃんっていう、もう結論なんですよ僕の中で、変によく分かんない未来にかけて今を守りの方向で行くよりかは、今の自分こそが今一番信頼できるし、それが一番確かだから、自分が一番興味があることとかやりたいことやっておこうっていう気持ちなんですよ、だから俺が YouTube 一回やめるとしたら、まあ、1年間ぐらい海外の山小屋とかで出家したいですねなんかノーノーと暮らしたいですね、でもああそうなんですね、そういう夢はあります、日本において1年間海外でのんびり暮らすみたいな選択って普通ありえないじゃないですか、そうですね、それは日本の社会がそういうのを受け入れてないかもしれないですけど、やりたかったらできないことではないんですよね、実際だから死を意識しているからこそ、明日が確実に保証されているわけではないからこそ、やっぱ今を大事に生きる必要があると思ってるんですよね、今の幸せポイントを貯めたやつがやっぱ人生勝ちだと思ってるんですよね、まあ、人生勝ち負けでもないかもしれないですけど、やっぱ自分の満足する人生、それはやっぱ幸せポイントを貯めることだと、どういうふうに貯めるかっていうと、日々を楽しく生きることなんですよね、まずそれはやりたいことをやるとかそういうことですね、まあ、それは短期的幸せポイントなんですよね、次中長期的幸せポイントがあって、それは自分の夢とか目標を叶えることなんですよね、その時にやっぱり人は頑張れると思うんですよね、で俺は結構楽しいことをもちろん大事にしてるんですけど、
頑張ってない自分も嫌いなんですよね。うーん、俺頑張ってない自分を嫌いで、なんか認めてあげられないんですよ、自分を自分で。うーん、で自分を自分で幸せだなって思う時は、はい、どういう時かっていうと、まあ、自分のやりたいことができている状態で、うん、もう一つは今の自分を自分が認めてあげていることなんですよね。まあ、なんかその辺真面目か分かんないですけど、なんか頑張ってない自分に腹が立ってくるんですよね。うーん、なんかなんでこんな時間無駄にしてんねんみたいな、こうトップ YouTuber の方から聞いたら笑われるかもしれないですけど、うん、純粋になんかお金を使う遊び、例えばその、はい、なんかずっとショッピングしてるとか、うんうん、そういうのやり続けてると、はい、めちゃめちゃ自分が嫌になってくるんですよね。楽しいっちゃ楽しいんですけど、それはもちろん、うん、それだけじゃダメで、うんうん、やっぱ頑張ってる自分を評価されたり、うん、それをそして自分で認めることができてる状態で成り立つ、うんうん、どっちも大事なんですよね、僕の中で、うんうんうん、だから、まあ、YouTube っていうのは、まあ、自分がやりたいことだし、自分が頑張りたいことだから、うん、皆さんがこうやっぱ動画で面白いって言ってくれることが、うん、まあ、俺にとって生きている、まあ、証であり、うん、まあ、証拠、今日も、まあ、いい動画が作れたらすごいもう幸せホルモンがもうめちゃめちゃ分泌されるんですよね。うん、よくやった俺この動画、よく作った、素晴らしい、うんうん、褒めたたえたい、はい、花尾を自分でも認められてあげることができるんですよね。うんうん、でそれをが続いてる限りは、まあ、俺は多分 YouTuber を続けてい いくことができると思うんですよね。うん、自分で自分が納得する動画を上げられているうちは大丈夫なんだと思うんですよね。うん、まあ、そういう熱のこもった動画って、まあ、その毎回毎回掃除機出せているわけじゃないんですけども、やっぱり自分が本当に心の底からやりたかったものとか、それをなんかいい形に編集して皆さんに面白いって言ってくれると、もう俺はもう成仏できるわけです、それだけで。でも、まあ、生かしてもらってはいるんで、うん、あ、生きている、じゃあ今日も頑張ろうってなるわけですね、うん、っていう感じで、まあ俺の結論的には、うん、頑張るべきかどうかっていう話よりかは、まあ、人生どうやったら幸せになるかっていう話だったんですけども、うん、まず今を大事にして自分の気持ちに素直にやりたいこと、楽しいことをやること、うん、次にそれを両立して自分を認めてあげるような頑張りをする、それは何でもいいと思うんですよね。で俺一番それが学生でも体感できるのが、俺テスト終わった後だと思うんですよね、うんうんうん、テスト終わったあの直後の達成感めっちゃあると思うんですよ、みんな、うん、あの瞬間って俺今ならどこに行ってもいいみたいな、そのゲーセンに行っても、うん、誰もにも文句言われない、うん、心の底から自由に生きていいって思えると思うじゃないですか、うん、あれって自分で自分を認めている瞬間だと思うんですよね、うんうん、だからその繰り返しですよね結局、うんうん、でその頑張ってる対象が自分の好きなものだったら一番いい歯車の組み合わせで、まあ、その状態は今の僕なんですよね。なんで俺はもう人生ハッピーに生きれております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、終わりました。めっちゃいい話するね本当になかなか喋らないですよねこういうことを。話さないですね。でも自分の中でこれ結構日々思ってることかもしれないです。まあ、ただネックなのはやっぱ与えられたものがそれしかないってところが、うん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 、ごめんねって感じですよね。そのたまたまみんなが頑張らなきゃいけない対象がなんか勉強みたいなもの、うん、国の中でそれが大人たちがそれを与えてしまったから、うんうん、そうなってしまってはいるんですが、うんうん、生きている生きる瞬間を味わえるからでもそれによってそうですね、勉強別にやんなきゃいけないと思ってないんですよ。いや教育 YouTube やっててあれなんですけど、うん、別にやんなきゃいけないと思ってないんですけど、さっき花尾さん言ったように与えられてる選択肢がめちゃくちゃ少ないので学生の時って、うん、で例えばじゃあ勉強好きじゃないって多いじゃないですか思ってる人も、うんうん、でも好きじゃないんだけど頑張って我慢して頑張って成果を出したっていう経験ってそれできる人って他の分野でも頑張れると思ってます。あ、それはありますね絶対。そうだから今勉強やりたくねえなとか将来役立たねえなって気持ち分かるんですけど、うん、それでもなんか踏ん張ってやった人はその何かを見つけた時の所属が全然違うというか、うんうん、だから目を背けずにそれに頑張るのもいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、文字的には、うんうんうん、その手伝いができればいいなと思いながら動画撮ってますけどね自分は。大人になってからも何でもありの世界なんで、うんうん、勉強が必ずしもすごいとは限らないし、いろいろ触れろってことですかね、うん、それは大事ですよね。花さんあれですね、なんか見ててそうですけど連絡なんか 話してもらったりとかしててすごいなんか芯が強いなってずっと思ってるんですよ花尾さんって。ありがとうございます
で芯が強い人ってまあこだわりが強いとか、まあ、ちょっとネガティブな表現すると我が強い方とも言うかもしれないですけど、我が強いと思いますね。でもなんかそういう花尾さんのなんかメッセージじゃないですけど聞けて個人的には嬉しかったです。ありがとうございます。もう組織マジで俺向いてないと思うんですよね多分学校生活とか多分向いてないんですよね俺多分。自分もう割とこっちタイプなんでやっぱね自由の良さを知ってしまうとね。そうですね、俺の周りの人によく言うのは、はい、Be free to happy ってよく言ってるんですよね。ほう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 。幸せになるためには自由になりなさいってよく言ってるんですけど、うん、だからやっぱ自分のしたいことをいつでもできる状態、うん、その自由を手に入れることこそがなんか俺の人生の目標というか手段、夢を叶えるにはまず自由じゃなきゃいけないんですよね、うん、その囚われちゃいけないというか組織とかに、あ、自分のなんだ望まない縛りはいらないってことですかね。そうですね、そうです、そうです、うん、でもそのね、鎖を縛らせているのは自分かもしれないんでね、もしかしたら、うん、それはありますね、うん、やっぱ羽ばたこうと思ったらね羽ばたけますよ。そんな初めから広い世界とは言わずに、うん、まずは趣味の世界ぐらいから羽ばたいていくと実はもっ と遠くまで飛べたりもするかもしれないんでね、うん、やっぱ花輪さんはいいですよね。本当暑いなって思いますもん。いや本当すいません、もう本当老害がね本当申し訳ないですけど花輪さんの方やったら俺どうする、化石かいや本当なんでいやありがとうございました本当に。ありがとうございます。これはでもなんか自分への戒めでもあるかもしれないですけどね、うん、本当 YouTuber って自分次第じゃないですかね、やっぱり。そうっすね、だから上に行くもとどまるも自分次第なので、うんうん、まあ、だからこそなんか自分のメンタルコントロールは一番大事なんでね、うん、大事ですね。あのさ、なんかのインタビューで人生茶番って一生茶番って言ってたんですけど、あれ割と自分すごい響いてて、ありがとうございますあーかっこいいなと思ってなんか俺は人生はある種一つの盆栽のようだと思ってるんですよね。やるなら変な盆栽作りたいってい いう願いがあるんで、だからキャリアもちょっと前の動画で言ったんですけど、なんかバラバラに積み上げたいというか、いびつなものを作りたいんですよね、人生という盆栽を作る上で。ただストレートに積み上げるんじゃなくて、はい、あっち行ったりこっち行ったりみたい なんか人に話してて楽しい人生とか、まあ、そういうのがまあ一応僕のなんかいいなと思える人生なので、うそうなるように、まあ、自分自身ね、なんかあらぬ方向に生き続けたいなっていう感じですねいやいいですね。でもなんか、はい、ファンの方って大事ですよね。大事ですね。すごい改めてちょっとほこずれちゃいますけど、本当に本当に。だからやっぱコメントでやっぱ皆さんね、案外こう多数の中の一部と思ってる人も多いかもしれないですけど、あの予想をはるかに上回るぐらい見てると思うんでね、我々。そうなんですよね。しそれに一喜一憂し、そうちゃんと響いてますからね。そうなんですよね、一個に、ね、返しまくると、まあ、キリがないんですけども、うん、皆さんが思ってる以上に声は届いてるし、うん、励みになってるから、一人が1000円くれるよりコメント一つ残してくれる方が嬉しくないですか、やっぱり。嬉しいです、ね、そこからもらえるエネルギー量が違いますからね。いや本当そうですよ、うん、なので結局やっぱ人はね、心でハートで動いてるんで、我々としても、うん、そうす、やっぱりその、ね、皆様の一言一言が我々の血となり肉となり、そしてまた前進できる力になっておりますので ね、皆さん今後ともハイチさんのコメント欄をよろしくお願いします。あ、終わりありがとうございました。本当にすごい、もうフルだもん容量フルになった、初めてなった、こんなに。本当にありがとうございました。ちょっとあのすごい熱く語りすぎて、ありがとうございました。ありがとうございます。お邪魔しました本当に。はい、とこの続き、話の続きはまた来年やりましょう。そうですね、1年後にまたどう心境変わったかってね。でも全然違うよねって赤バンされて人生は安定が一番だって言ってるかもしれないけども、でもそれも分かんないですからね。だからそれもそれで人生、そう、それはそれで面白いね。今を楽しんで突き進んでいこうと思います。はい、人生茶番やん誰かみたいになったけどねありがとうございました。ありがとうございます。